ジーマは果実種がベースのリキュール。かつてはアメリカ合衆国のクアーズが製造、販売していた。ジマとはスラブ語で冬という意味である。1993年にアメリカで発売開始された。当時はタブクリアなどクリアブームの最中であり、クリアなビールをコンセプトにしており、バクガベースの発泡酒をチャコールフィルターで透明になるまでろ過している。 アメリカ国内での販売は2008年10月に終了した。コロナビールと同じく、くし切りのライムかレモンを瓶に入れて飲むことがよく行われている。かつて発泡酒であったが、中華人民共和国で生産されるようになり、果実酒ベースのリキュールという形になった。以前は一部の原材料のみを表記していたが、2020年現在は全原材料が表記されるようになり、 スピリッツをベースに、糖類、濃縮リンゴ果汁、酸味料、香料を添加する形になっている。2009年11月に生産国が中国からベトナムとなり、2009年12月からは、洗抜き不要のマキシキャップに変更、容量も 340ml ボトルに一本化された。2013年には 275ml ボトルが発売され、ロゴも変更された。 2020年11月現在は 275ml ボトルと 330ml 缶が販売されている。現在の日本販売元はボルソン・クアーズ・ジャパン。2014年4月、ラブシンプルのブランドアンバサダーとして松田隆平を起用した。2020年4月には地祭りキャンペーンのアンバサダーとして小島義夫を起用した。ありがとうございます。